Heracles was a divine hero in Greek mythology, the son of Zeus and Alcmene, and the foster son of Amphitryon. Speaking of Heracles, Heracles is always depicted with a club. However, the Heracles club became important evidence to solve the mystery of Buddha's birthplace, or more accurately, the mystery of the birthplace of Buddha's father. ヘラクレスはギリシャ神話で最大の英雄ということになっています。ゼウスとアルクメネとの子ということになっています。そのヘラクレスといえば棍棒、棍棒といえばヘラクレスということになります。ヘラクレスはいつも棍棒を持った神として表現されていますが、その棍棒がブッダの生まれ故郷、もっと正確にはブッダの父親の生まれ故郷の謎を解く重要な証拠となりました。広志林、浜松 City Japan、 November the 1st 2022。ヘラクレスです。そのヘラクレスはいつも棍棒を持った像として表現されています。向かって左側の右手に棍棒が握られています。他にも多くの像が残されていますけれども、皆棍棒を持っています。棍棒イコールヘラクレス。ヘラクレスイコール棍棒ということになります。この棍棒を使ってヘラクレスは12のミッションをこなします。つまり英雄中の英雄ということになります。で、このヘラクレスの持つ棍棒がブッダの生まれ故郷、つまりブッダ二人説、バイ林広説ということになりますけれども、ブッダの父親のソダーナガウマタの生まれ故郷の謎を解く重要な証拠、あるいはヒントというよりも、まあ、つまりは証拠ということになります。その一つがなんと UK のサン・アッパスの巨人ということになります。この右ですね、サン・アッパスの中心部を見てください。立派なものがあります。以後これをですね P と呼びます。このP は正確に正確に正確に、まあ、ブッダの、まあ、二人目の娘のブッダの生まれ故郷と言われている現在のネパールのルンビニの方向を示しています。 P は現在のルンビニの、ネパールのルンビニのあの中円の中心部をですね正確に示しています。確認してみます。 P の方向ですね、どこを向いているか、それを調べてみます。で、 P の方向を見るとですね、どうやらルンビニの方向を示しているということがわかります。赤い線がそのラインです。で、逆にですね、正確を期すためにルンビニの中心点、ブッダのまあ、拠点ということになりますけれども、ルンビニの中心点からサン・アッパスの巨人の P に向かって線を引きます。今黄色い線を見ていただいてますけれども、黄色い線がですねルンビニから P に向かって引いたラインです。このラインは正確に正確に正確に P の方向を示していますが、なぜヘラクレスの P がルンビニの方向を示しているのでしょうか。それについて前もって簡単に説明しておきます。
ヒスツン山にある、つまりはダリウス一世のレリーフということになります。このベヒヒスツン山のダリウス一世のレリーフの近くにはですね、その同じレリーフのにはですね、ヘラクレス像が表現してあります。今写真を拾っています。で、このベヒストツン山のいわゆるダリウス一世の像についての説明はこれからしますけれども、なぜこんなところにヘラクレス像が表現してあるかということなんですね。で、このヘラクレスがですね、つまりはブッダの守護神であったということになるわけです。まあ、それについてこれから順に説明していきますが、このベヒスツン山のダリウス一世のレリーフの中にですね、ダリウス一世が左端に表現されていますが、そのダリウス一世が足で踏みつけているのが、私たちがブッダと呼ぶそのシッダルタ・ゴータマ、ペルシャ名セッダルタ・ゴータマの父親のストダーナ・ガウタマということになります。がなぜこんなところにブッダの父親のストダナ・ゴータマが表現されているのか、なおかつなぜこんなところにヘラクレスが表現されているのか、それについての動画をこの後につなげておきますから、どうかご覧ください。ブッダの父親、つまりストダナ・ゴータマはペルシャ出身、バビロン出身のマギでした。This article writes about ancient Greek Buddhism as follows. Ancient Greek Buddhism is highlighted by two main points, the sculptural depiction of the Buddha and the textual report on King Menandros becoming a Buddhist adept. And then it's also right that 26 Greek kings after Menandros were Buddhist until the demise of the Indo-Greek kingdom in the year zero. この論文によればですね、古代ギリシャの王たちは仏教に改宗していたというのです。証拠は彫刻と文献だそうです。そしてメナンドロス王の後の26人のギリシャの王は紀元前0年までにインド・ギリシャ王国が終焉するまで仏教徒だったというのです。これは大変驚くべき事実ということになります。広瀬谷市、浜松シティ、ジャパン。論文の中に紹介されているレリーフ、彫刻について簡単に説明しておきます。アジアにおける古代ギリシャの仏教時代、紀元前2世紀以前は、ブッダは彼の足跡、車輪または仏塔などによって描かれていました。この像ではコリント式の柱でヘレニズム様式の仏塔を囲む神々が表現されています。2番目の写真はシッダルタ・ゴータマがブッダになるというその転換期、つまり出家の様子を表現したものです。つまり棍棒を手にした最強のヘラクレスを左側、都市の守護者であるティチェが右側にいますが、ブッダは悟りを求めて家族の住む宮殿を後にしました。3番目の写真について、アポロの再臨としてのブッダの像です。棍棒を持ったヘラクレスも描かれていますが、ヘラクレスが後のマイトレーヤーになります。またティチェも横に並んで描かれています。ティチェがこの神になります。
4番目の写真について、この彫刻の中ではブッダはアポロが着ているようなヘレニズム用の衣服トガを着て立っています。5番目の写真は原始マハヤナと呼ばれるものを説明したものです。ハスの花の上に座ったブッダが表現されています。ブッダの左側にマハヤマが表現され、右側にヘラクレスの髪の毛を持ったマイトレイヤーがその左に表現されています。また右側のボディサッパは東洋のターバンを頭に巻いています。以上、ギリシャ語からの直訳英文ということで分かりにくいところがありましたが、最大公約数的に翻訳してみました。が、実は今日のポイントはここではありません。ギリシャに仏教が伝わっていたという事実、そしてもう一つはこの論文の中にヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレスという神の名前が出てきたことです。このヘラクレスという神がブッダ二人説を裏付ける重要な根拠となりました。話を先に進める前に、ベヒスツン山の壁にですね、岩盤に彫り込まれたダリウス一世の碑文についての動画をまずお聞きください。この中でプリテンダーガウマタ、つまりブッダのお父さんであるヒトダナガウタマが登場するということです。それをまず皆さんに確認していただきたいと思います。Darius I the Great, holding a bow as a sign of kingship, with his left foot on the chest of a figure lying on his back before him. The supine figure is reputed to be the pretender Gaumata, and this is a very important part of this video, so I repeat it again here that to be the pretender Gaumata.According to the theory in his book Buddha by Harvey Kraft, the man under Dalif's foot is Stodana Gaumata, or father of Buddha, but why is he pretender? Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to reconsider the secret of history of Buddha again here. Behisutun.碑文の大きさは縦横 15×25m、 その下を走る古代の街道から 100m ほど上がった石灰岩の崖にそれはあります。そこには王権のシンボルである弓を持ったダリウス像が描かれており、ダリウスは下で上向きに横たわる男の胸を足で押さえつけています。碑文によれば、プリテンダーガウマータ、プリテンダーガウマータ、つまり、なりすましているガウマータとあります。ハーヴェイ・クラフトによれば、これがストーダーナ・ガータマ、つまり私たちがブッダと呼ぶセッター・アルタ・ゴータマの父親ということになりますが、なぜなりすましているとあるのか、その謎について考えてみます。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. 今矢印で示されているのがガウマタということになりますが、皆さんをそのベヒスツン碑文の書いてある場所へ案内します。バビロニア、古代バビロニアの北東約440キロの位置にそれがあります。古代バビロニアです。そしてルート1上にペルセポリスが位置します。
そしてブッダの生まれ故郷と言われているルンビニです。こういう位置関係にあります。位置的には辺鄙な山岳地帯の中にあるということになりますが、バビロニアとメディアをつなぐ街道沿いの場所ということになっています。中央にそれが見えてきます。で、写真をイタリア在住のニコさんという研究者の方が送ってくださいました。これがベヒスツン山ということになっています。その中腹にこのようなまあ碑文といいますか、インスクリプションが書かれていたというわけです。左から3人目の大柄な人物がダリウス・ザ・ファースト、ダリウス大王ということになります。で、この手を縛られて並んでいるのが、つまりはガウタマの家来、取り巻きだったということになります。で、このダリウス王がですね、そのガウタマの体の上に、足を乗せて上から押さえつけているということなんですね。で、ここに描かれているこの人物はストダーナ・ゴータマ、つまり私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマのお父さんということになりますが、なぜこのように足で踏みつけられているのかということなんですけども、碑文によればプリテンダー・ガウマタとあります。つまりなりすまし・ゴーマタという意味です。ここが重要なポイントですから、その出典を明確にしておきたいと思います。ウィキペディア・ベヒスツン・インスクリプションにそれがあります。この赤枠で囲った部分です。さらに拡大してみます。ここにその一文が明記してあります。The supine figure is reputed to be the pretender Gaumata とあります。皆さん自身の目で確認してください。仰向けに倒れている像は、なりすましガウマタであると言われているとあります。ここにガウマタという名前が出てきます。話をヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレスに戻します。このベヒスツン山にはストダーナ・ガウタマの像が彫り込まれています。そしてそのストダーナ・ガウタマはダリウス一世に足で踏みつけられています。ストダーナ・ガウタマは坂族、つまりスキタイ人の王でしたが、このベヒスツン山にはもう一つ重要な像が彫り込まれていました。それがヘラクレス像ということになります。なぜストダーナ・ガウタマの像が彫り込まれているベヒスツン山の山腹のですね、壁画の中にヘラクレス像が彫り込まれているかということです。この謎が解けませんでしたが、ギリシャに伝わった仏教によればですね、ブッダを守ったのがヘラクレスということになっています。つまりここでヘラクレスとブッダが結びつきますが、この時つまりベヒスツン山で、ダリウス一世に足で踏みつけられる、これはあくまでも、ダリウス一世側の碑文ですからそのように表現されていますが、そのような状況になる時はまだブッダは生まれていませんでした。その後ダリウス一世が王位につくのはですね、ペルセポリスで王位につくのは紀元前520年前後です。ブッダが生まれたのはそれからさらに40年後ということになります。つまりここでヘラクレスが出てくるということはですね、つまりブッダの守護神が、まあ、ベヒスツン山の山腹に彫り込まれていたイコール、まあ、ギリシャ人はですね、すでにその段階でこのブッダ、すなわち、ストダーナ・ゴータマをブッダと位置づけていたということになります。となるとブッダは2人いたということになります。これがこの動画の
結論ということになりますから、もう一度皆さんと一緒に確認したいと思います。ベヒスン山の山腹にはですね、岩盤にはソダナゴータマとダリウス一世が表現されています。そして同じベヒスン山にはですね、ヘラクレス像が表現されています。なぜベヒスン山にヘラクレス像があるのかということになりますが、ギリシャにおいてはですね、ブッダの守護神としてヘラクレスを取り上げています。つまりヘラクレスはブッダの守護神であったというふうに理解されているわけです。ということは、このベヒスン山にヘラクレス像があるということはですね、この時点において、つまりダリウス一世の碑文を刻んだ時点において、ブッダがですね、ヘラクレスの守護下にあったということを間接的に表現しているということになります。言い換えると、この時まだシッダルタ・ゴータマ、すなわち私たちがブッダと呼ぶブッダはまだ生まれていませんでしたから、この時点において当時の人たちはソダナ・ゴータマをブッダと位置づけていたということになります。ブッダの守護神はヘラクレスだったわけです。あくまでもギリシャに伝わる仏教によればそのようになっているわけですけども、ベヒスン山の山腹にはそのヘラクレスが表現されていました。ということは、この時点においてブッダは二人いたということになるわけです。父親のソダナ・ゴータマが仏教を起こし、そして息子のシッダルタ・ゴータマがその仏教を広めたということになります。The inscription is approximately 15 meters high by 25 meters wide and 100 meters up a limestone cliff from an ancient road connecting the capitals of Babylonia and Media. The inscription was illustrated by a life-sized bas-relief of Darius I the Great,holding a bow as a sign of kingship with his left foot on the chest of a figure lying on his back before him. The supine figure is reputed to be the pretender Gaumata, and this is a very important part of this video, so I repeat it again here, that to be the pretender Gaumata.According to the theory in his book Buddha by Harvey Kraft, the man under Darius's foot is Sotana Gaumata, or father of Buddha, but why is he pretender? Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to reconsider the secret of history of Buddha again here. Behisutsun.碑文の大きさは縦横 15×25m、 その下を走る古代の街道から 100m ほど上がった石灰岩の崖にそれはあります。そこには
王権のシンボルである弓を持ったダリウス像が描かれており、ダリウスは下で上向きに横たわる男の胸を足で押さえつけています。碑文によれば、プリテンダーガウマータ、プリテンダーガウマータ、つまりなりすましているガウマータとあります。ハーヴェイ・クラフトによれば、これがストーダーナ・ガータマ、つまり私たちがブッダと呼ぶセッター・アルタ・ゴータマの父親ということになりますが、なぜなりすましているとあるのか、その謎について考えてみます。広し林、浜松シティ、ジャパン。今矢印で示されているのがガウマタということになりますが、皆さんをそのベヒスツン碑文の書いてある場所へ案内します。バビロニア、古代バビロニアの北東約440キロの位置にそれがあります。古代バビロニアです。そしてルート1上にペルセポリスが位置します。そしてブッダの生まれ故郷と言われているルンビニです。こういう位置関係にあります。位置的には辺鄙な山岳地帯の中にあるということになりますが、バビロニアとメディアをつなぐ街道沿いの場所ということになっています。中央にそれが見えてきます。で、写真をイタリア在住のニコさんという研究者の方が送ってくださいました。これがベヒスツン山ということになっています。その中腹にこのような、碑文といいますか、インスクリプションが書かれていたというわけです。左から3人目の大柄な人物がダリウス・ザ・ファースト、ダリウス大王ということになります。で、この手を縛られて並んでいるのが、つまりはガウタマの家来、取り巻きだったということになります。で、このダリウス王がですね、そのガウタマの体の上に、足を乗せて上から押さえつけているということなんですね。で、ここに描かれているこの人物はストダーナ・ゴータマ、つまり私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマのお父さんということになりますが、なぜこのように足で踏みつけられているのかということなんですけども、碑文によればプリテンダー・ガウマタとあります。つまりなりすまし・ゴーマタという意味です。ここが重要なポイントですから、その出典を明確にしておきたいと思います。ウィキペディア・ベヒスツン・インスクリプションにそれがあります。この赤枠で囲った部分です。さらに拡大してみます。ここにその一文が明記してあります。The supine figure is reputed to be the pretender Gaumata とあります。皆さん自身の目で確認してください。仰向けに倒れている像は、なりすましガウマタであると言われているとあります。ここにガウマタという名前が出てきます。で、なぜなりすましなのか、ペルシャの歴史を簡単に振り返ってみたいと思います。中央やや左寄りがバビロンです。古代バビロンです。主神はマルドックでした。そして下がペルセポリス、ルート1上にあります。そして右がルンビニです。ブッダの生まれ故郷と言われているルンビニです。そのバビロンをキュルス・ザ・グレイト、キュルス2世が制圧し、初代の王朝を築き上げます。530年没です。そしてそのキュルス・ザ・グレイトの息子がカンブジエ・
またの名をカンビュセスと言いますが、カンビュセス2世です。大変な暴君だったと言われていますけれども、そのカンビュセス2世がエジプト遠征に行くことになりました。その時のことなんですけれども、つまりエジプト遠征に出かける直前のことなんですけれども、カンビュセス、カンブジエ2世がですね、夢のお告げでカンビュセス2世がエジプトへ行っている、遠征に行っている最中に弟のスメルディスが王位を奪ってしまうというようなことを聞くわけです。それで、カンビュセス2世は秘密裏に誰にもわからないように、スメルディスを暗殺します。ところがカンビュセス2世はそのエジプト遠征の間に命を落とします。その時にカンビュセス2世の側近にいて槍持ちであった人物が後のダリウスということになるわけですけれども、ダリウスが戻ってきてみるとですね、あくまでもこのベシス寸の碑文によればですね、ガウマタという男が、スメルティスになりすまして大いにつこうとしていたというのです。繰り返しますが、ガウマタという男がスメルディスになりすまして大いにつこうとしていたというところから、なりすましという言葉が出てきたということになります。それがプリテンダー、なりすまし者という意味になります。で、ダリウスはペルセポリスを建立し、ペルセポリスで王位についたということになります。で、そのダリウスなんですけども、一説によるとカンブジエ2世、カンビュセス2世をエジプト遠征の折に暗殺したのではないかという説もあります。この壁画ではガウマタは足で踏みつけられ、まあ処刑されたということになっていますが、実際には生き延びて現在のネパールのルンビニへ逃げていったというのがハーヴェイ・クラフト氏の説ということになります。フソダナ・ガウタマはペルシャ・ナカンズク・バビロニアでも最高位の官位を持つ人でした。神イコール星、ディンギルのことですけども、そのディンギルと対話ができる人でした。つまりそんなに簡単にただの槍持ちであったダリウスに暗殺されるような人物ではなかったということですが、私林博士のナスカ理論によってそれを簡単に証明してみたいと思います。バビロン、ペルセポリス、ルンビニの3つの地名を頭に入れて、次のナスカ理論をご覧ください。バグダッドの南にあるバビロンです。そのバビロンの中心点からナスカに向かって線を引きます。この中心点がバビロンです。その中心点からナスカに向かって線を引きます。次にペルセポリスの中心点からやはり同じようにナスカに向かって線を引きます。そしてブッダの生まれ故郷と言われているネパールのルンビニです。そのルンビニからもナスカに向かって線を引きます。ナスカにはそれぞれの拠点からのラインが集まっています。そして関連し合う拠点からのラインは一つのプラットフォームに集まっています。この青いラインはバグダッドの南、バビロンから引いてきたラインです。バビロンラインとしておきます。この黄色いラインはペルセポリスから引いてきたラインです。
ペルセポリスラインとしておきます。そしてこの右上から左下にかけての緑のラインはルンビニから引いてきたラインです。これら3本の線は一つのプラットフォームに集まっています。つまりこれら3本の線が示す拠点は何らかの形で関連性がある、つまり共通性を持っているということになります。もう一度繰り返します。ブルーのラインはバビロンラインです。黄色いラインはペルセポリスラインです。そしてグリーンのラインはルンビニラインです。ではどんな関連性があるかということですけども、言うまでもなくブッダとそれぞれ関連性があるということになります。緯度経度はここに示しておきます。興味のある方はご自身でご確認ください。逆に考えるとナスカのラインはそれぞれの拠点への方向ラインであると同時に、それぞれの拠点の関連性を示す、つまりは歴史ラインということにもなります。by 林博士説です。つまりこのような形でルンビニとペルセポリスとそしてバビロンは関係がありますよということを私たちに教えているということになります。この緑のラインがルンビニライン、つまりブッダと関係があるとなると、残りの2本ペルセポリスラインもバビロンラインも、もっと言えばペルセポリスもバビロンもブッダと関係があるということを示しているということになります。さらに言えばペルセポリスの碑文の中にストダーナ・ガウマタ、そしてセッタ・アルタ・ガウマタという名前があったことを考え合わせるならば、この3箇所はブッダと深く結びついているということを示しているということになります。ではどのような関係と考えたらよいのでしょうか。こうしてまたブッダの謎に一歩近づくことができました。
Correction. The first man from the left is Darius the First. The second man from the left is Cambyses the Second, or another name is Cambyses the Second, the son of Kurus the Second, or Kurus Nisei in Japanese. And the man on your right side is Stodana Gaumata, or another name in Nepal is Stodana Gautama, the Magi of the highest stargazer in Babylonia, or father of Siddhartha Gautama, or another name is Siddhartha Gautama in Nepal, whom we may now call Buddha. 訂正。ここに描かれている3人の人物は、左からダリウス一世、あるいはダレイオス一世とも言いますが、ダリウスです。左から2番目がカンブジェ二世、またの名をカンピュセス二世と言います。ペルシャ第一の王、父親のキュロスの後を継いでペルシャの王となった人物です。そして右から1番目、先頭にいるのがストダーナ・ガウマタ、最高位の神官マギです。ストダーナ・ゴウマタの息子がセタ・アルタ・ゴウマタ、ネパール名シッタルタ・ゴータマ、つまり私たちがブッダと呼ぶその方の父親です。セタ・アルタというのは宇宙の真理の解放者という意味だそうです。以上、ここにこのように訂正します。広瀬林、浜松市ジャパン、 October 2018。ビデオダイアリー August 19th, 2017 by 広瀬林、浜松市ジャパン。ビデオ日誌、2017年8月19日、林博です。今日のテーマは、三人のマギです。三人のマギ。イエス・キリスト降誕の時にですね、三人の賢者がやってきて、マリアの処女解体によって生まれたイエス・キリストを祝福します。その時に出てくる言葉が、三人のマギですよね。三人の賢者、あるいは三人の博士とも言います。いろいろ言われていますけども、マギです。ところがですね、このマギという言葉がですね、大変重要な意味を持つわけです。マギというのは前もって、話しておきますと、例えばマジシャンのマギですね、まあ、マジックのマギですね、まあ、そうしたその魔法、あるいは魔術師にのその語源ともなった言葉がこのマギだそうです。でそのマギなんですけども、そのマギという言葉がですね、まあ、紀元前以前にはですね、二度しか、まあ、歴史上、まあ、現れてこないといいますか、記録に残っていないといいますか、そういうことなんですよね。で一度は、ゾラスター教の教典の中に出てくるマギです。でもともとゾラスター教というのはマギ教と呼ばれていたみたいですね。がその後、待ってますか、ゾロアスターという人、つまり別名ザラスストラという人によって広められたので、ゾロアスター教となったと。でもう一度はですね、ペルセポリスの碑文に残るマギです。そのマギというのはストダーナ・ゴータマであることがはっきりとしています。ストダーナ・ガウタマ、あるいはストダーナ・ガウマタとなっているそうですけども、このペルセポリスの碑文の中に出てくるマギですね。で別の文献によりますと、紀元前500年以前には二度しか出てこなかったと書いてありますと。ともかくもペルセポリスと、それからゾラスター教の教典の中にマギという言葉が出てくるわけです。でそのマギなんですけども、固有名詞なのか、いわゆる一般名詞なのかということが大変重要な意味を持つわけです。でいろいろ調べてみますと、
ギリシャ語のマグスだったと思いますけど、ちょっとあの発音の仕方は分かりませんけども、マグス、いわゆる、まあ、スターゲイザーですよね。いわゆるマジシャンの語源になった言葉ですから、まあ、日本語にそのまま訳すというのはちょっとこう無理があるんじゃないのかなと思いますけども、要するにマゴス、G-O-U-S だったと思うんですけど、ね、ちょっと今あの手元にあの資料がありませんので、ここはあの記憶によって話してますけども、の複数形であると書いてあるわけです。つまりマギという言葉は複数形であると書いてあるわけですよね。でそれはいつそのようにどのようあの解釈されて、そのギリシャ語の複数形であるというふうになっているかについてはあの疑問が残るわけですけども、それはさておいてもですね、要するにペルセポリスの碑文の中に出てくるのがですね、いわゆるスダナゴータママギと出てくるわけです。すなわちマギのスダナゴータマというふうに出てくるわけです。となるとその場合のマギは単数形でなければなりませんよね。ストダナゴータマという単数の人ですからね。でストダナゴータマが、まあ、単数の人ですから、マギというのは単数形でなければならないと。そうしますと、そのマギという言葉が複数形であるという言い方はどこから出てきたかということなんですけども、いろいろ考えればおかしいわけですよね。というのはその後ですね、ヘロドトゥスという、まあギリシャの歴史家なんですけども、歴史という本を書くわけです。その中にやはり同じ話が出てくるわけですよ。同じ話ということはペルセポリスの碑文に書かれている話と同じ話が出てくるわけです。で、まあ、ヘロドトゥスの方が後のその後の人ですから、当然ヘロドトゥスはペルセポリスの碑文をもとにして歴史を書いたということになるわけですよね。そうしますと、その、ヘロドゥトゥスが使ったマギというのはどこから来たかと言いますと、やはりここでも矛盾が生ずるわけです。マギというのをそのマグスのマゴスのいわゆる複数形であると、そういうふうに、まあ、書いて、まあ、他の文献にはですよ、そう書いてあるから、やはり矛盾が生じてくるわけですよね。まあ、言い換えますと、マギというのはマゴスと読むでしょうね、マゴウスと読む言葉の複数形であるという説はここで崩れるということになるわけです。ともかくも事実として、まあ、分かっていることはですね、紀元前、少なくとも紀元前500年以前にはですね、マギという言葉は歴史上2度しか、まあ、表記されていないわけです。一つはゾラスター教の経典、そしてもう一つはペルセポリスに残る碑文、その中にはストダナゴータママギ、あるいはマギストダナゴータマってあるのもありますけども、要するにストダナゴータマがマギだったということなんですよね。マギで、マギがそこで、まあ、歴史を初めてと言いますか、その2回で登場してくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、まあ、マギというのはもともとはいわゆる、まあアナヒーターを主神として建てられた宗教、すなわち現在私たちがゾラスター教と呼んでいるその宗教なんですよね。でそのもともとはそれはマニ教と言われてたんですけども、マニ教ともなり、そして、ミレーとなるわけですね。ミレーというのは弥勒という意味だそうですけども、要するにその当て字なんですよね。いわゆる弥勒菩薩というのはそこで生まれるわけです。でまあ、そういった形で、まあ、歴史上に現れてくるんですけども、そうしますと最初に話しました、ちょうど今ずっとその写真を見ていただいてますけども、3人のマギというのは何かということになってくるわけです。もちろんあのキリスト降誕の時にはあのやってきた3人のマギというふうになってまして、その3人のマギがですね、イタリアのサンタアポリナーレ・ヌーボーのその寺院の壁画にこのように書かれているわけです。で3人の人物が書かれているんですけども、まあこの場合は向かって右から3人目の今ちょうど左に見えている人がですね、これはダリウス1世であることは私林博士が証明しました。となるとその前の2人は誰かですけども、まあ順序から考えますと、歴史的な順序から考えますと、まあ例えば私は当初ですね、この3人というのはペルセ、いわゆるペルシャのね、王の順位、ペルシャというのはもともとイランの古名ですけどもね、いわゆる、まあ、メソポタミア、バビロニアのですね、王の、まあ、あの辺全体を、まあ、ペルシャというふうに、まあ、当時は言ってたんでしょうね。でそれが、まあ、現在のイラン、
イラクティブになっていったんだろうと思いますけども、とにかくイランの公民、まあ、イラン人はイランの公民だって頑張ってますけどもね、まあ、ペルシャという地域において最初に、まあ、くらいにつくのがカンピュセス、キュロス2世ですね。その息子のカンピュセス2世、そしてそのカンピュセス2世がですね、エジプト遠征の行ってる折にですね、ダリウスという、まあ、槍持ちですよね、槍持ちがカンピュセス2世を暗殺してくらいにつき、そして同時に、ソダネゴータマを悪人だとして、いわゆる、まあ、強奪者として、まあ、追い出して、そして自分が522年に、クライニペルセポリスでクライニつくわけです。そういう、まあ、流れにあるわけですよね。で、まあ、そのダリウス2世が、まあ、2世、ダリウス1世ですね、ダリウス1世、ダリウス1世ですけども、それがですね、まあ、いわゆる、まあ、カンピセス2世を暗殺したかどうかについては、まあ、そういう記録は残ってませんけども、流れからするとあり得る話なんですよね。ダリウス一世はただの、まあ、ただのという言い方も失礼かもしれませんけども、槍持ちだったわけですからね。そしてそのエジプト遠征の折にそのカンピセス2世は命を落とすわけです。そしてその後、ダリウス一世が位につくわけですよね。あまりもよくできすぎた話ということになりますけども、当初ですね、そのサントアポリナーレ・ヌーボ寺院のですね、壁画の人物を右からですね、私はキュロス2世、そして2番目が、という、ごめんなさい、1番目がカンピセス2世、そして2番目がストダネ・ゴータマ、そして3番目がダリウスというふうに考えてましたけども、順序がどうも逆みたいですね。順序が逆ということは、先頭がですね、いわゆる、まあ、最も最高位の位にあったストダネ・ゴータマになるわけです。いわゆる、まあ、マギですからね。マギというのは、まあ、スターゲイザー、星見る人という意味なんですけども、要するに星イコール神ですからね。メソポタミアではディンゲルという神ですからね。で、まあ、神と対話ができる人という意味で、そのストナーゴータマが第一位になっている、考えても当然ですよね。で、その後に、カンピセス2世が続くわけです。3番目のダリウス、これは要素ですね、ヒゲの濃いところ、それからフリージア帽をかぶっているところ、それからトゥーキッシュマントですね、を着ているところ、まあ、模様まで一致しますからね、ダリウス1世のね、衣服の模様まで一致しますから、まあ、それはダリウス1世で間違いないわけです。まあ、そういった視点でもう一度見直しますと、先頭に立っているのがストダネ・ゴータマ、そして2番目が、カンピセス2世、3番目がダリウス1世となるわけです。そうしますと年齢差も合うんですよね。というのは、一番先頭に立っている人は、まあ、まあ、結構年配と言いますか、爺様風ですよね、私のようにね。で、2番目が若いですよね。で、3番目がダリウス、これは間違いないと。そうしますと、やはり先頭に立っているのが、まあ、マギのストダネ・ゴータマであるということになるわけです。で、2番目 そのカンピュセス2世、これは大変な暴君でしてね、カリギュラ、それから、まあ、エリザベスじゃなくて、マリアですね、マリアじゃなくてメアリーですね、メアリー女王ですね。ちょうどルネさん1500年の後半にイギリスで強制的にね、プロテスタントを改宗して、カトリックに改宗したブラディ・メアリーですね、メアリー女王ですね。この3人は歴史上最も、なんて言いますか、暴君と言いますかね、残虐な暴君として知られています。その中の一人がカンピュセス2世なんですよね。ですから、まあ、それほど長く在位はしていなかったんですけども、もう一度繰り返しますと、サントアポリナーレ・ヌーボーの聖堂の中に描かれている先頭に立っているのが、これが、まあ、私はストダネ・ゴータマで、であると判断しました。マギです。そして2番目がカンピュセス2世ですね。そして3番目が、一番左ですけども、それが、ダリウス一世ということになるわけです。なぜこれが重要かというとですね、いわゆる、まあ、マギというのが固有名詞か、いわゆる、まあ、一般名詞かですけども、まあ、固有名詞としてしまうと大変キリスト教にとってはまずいわけですよね。現代のローマンカトリックにとってはまずいわけです。なぜならば、その3人のマギがですね、まあ、3人のマギとしてイエス降誕の折にですね、聖母マリアの、ままあ、ところをやってきてイエス降誕を祝うということはありえないわけですよね。と同時に、まあ、
ありえないわけですね。要するに、マギというのは固有名詞ですから、そこで、まあ、博士とか賢者とかというふうに言い換えているわけですけども、まあ、その一つの、ね、乱れの証拠としては、その後ですね、まあ、ローマンカトリックではその3人のマギについてね、いろいろと並べて言いますけども、国によって全て現在ですよ、3人のマギの名前が違うんですよね。でサンタアプリナレヌーボル大聖堂のその3人のマギの上にもですね、名前らしきものが書かれてますけども、その名前とまた他のその国における3人のマギの名前とも全部違うんですよ。そのあたりのことはですね、3人のマギについて検索を調べていただければ証拠が出てきるというか事実が出てきますね。話をぐんと戻しますけども、要するに3人のマギという言い方はおかしいわけですよね。まあ、でそこでマギというのは複数形であるという、まあおかしいけどもそれをねじ曲げたんでしょうね。3人のマギ、マギというのは複数形であるという説が生まれてきたわけです。となると、じゃあなぜペルセポリス、紀元前に2度しか出てきてないはずのですね、ペルソポリスの碑文の中にスソダナゴータマ、マギという言葉が出てくるかということなんですよ。ということは複数形だったらおかしいわけですからね。スソダナゴータマ一人ですから、ですから、まあおかしいわけです。でそこで調べていきますと、スソダナゴータマというのは、まあ、調べていくというか、と同時にですね、もう一人息子のセタ・アルタ・ゴータマという名前が出てくるわけです。それはペルセポリスの碑文の中にも出てくるんですよ。そうしますと、そのダリウス一世に追われてね、追われたスソダナゴータマ一家の中の一家の中に、まあ、そのセタ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、それが出てくるわけです。そしてその名前がですね、その後直後に今度はネパールで現れるわけです。そしてブッダの名前はシッダアルタゴータマでしょ。それからいわゆるスソダナゴータマの息子が息子がですね、シッダアルタゴータマ、セッダアルタゴータマですよね。もう一度混乱してきましたから始めますとね、ペルセポリスの碑文に残る名前によるとですね、スソダナゴータマ、それからセッダアルタゴータマ、そしてその直後にね、今度はネパールに全く同じ名前の人物が2人出てくるわけです。それが、まあ、スソダナゴータマとシッダアルタゴータマということになるわけです。現在ネパールではですね、シッダアルタゴータマのお父さんのことをスソダナゴータマというふうに発音していますよね。ですからそこで一致するわけです。なおち、スソダナゴータマと、それからシッダアルタゴータマは別名、シッダアルタゴータマはペルシャからやってきたという説につながっていくわけです。で最後にもう一言付け加えますとね、そこで出てくるマギなんですけども、固有名詞とするとですね、そうしますとゾラスターもマギ、そしてスソダナゴータマもマギですから、バギマギでつながって、スソダナゴータマ、すなわちブッダと呼んでる、まあ、お父さん、まあ、ブッダのお父さんですよね、のスソダナゴータマはイコール、ゾラスターということになるということです。この最後の部分がちょっと今のところ弱いんですけども、まあ、私はそのように今回動画の中で押し切りましたということを、まあ、理解していただきますと、ブッダの謎に迫っていただけるものと思います。で、ここまでの結論ということになります。ダリウス一世というのは紀元前500年前後の王です。ですからどんなに頑張ってもダリウスがキリスト生誕の時にバージンマザーのところに馳せ参じてその誕生を祝うなどということはできなかったということです。次に重要なポイントはスソダナゴータマイコールマギですから、もう一人マギと呼ばれている人がいたわけです。それがゾラスターということになります。でマギが固有名詞であるならば、ゾラスターイコールスソダナガウタマということになります。つまりここで仏教といわゆる、まあ、ゾラスター教、マギ教との接点が生まれるということです。つまり分かりやすく言えば、ゾラスターの別名がスソダナガウタマであり、そのスソダナガウタマの息子のセッタアルタゴータマ、ネパール名シッタアルタゴータマが仏教を広めたということになります。となると、サンタ・アポリナーレ・ヌーボーのあのモザイク画は何かということですけども、もともとはミトラの誕生日に駆けつけた3人の王たちの絵ということになります。まあ、それをちゃっかり横取りし改変し、キリストの生誕にすり替えたというのがあのサンタ・アポリナーレ・ヌーボーの、まあ、モザイク画ということになります。今ご覧いただいているのが
ブッダの系図ということになります。ザラストザラストラ、またにな、またの名をゾラスターと言います。前にです。そしてソダナゴウタマもその左に表現しましたけれども、前にです。つまりこれら両者は一人のデミゴート、半身半人ということになります。そして人間マイヤーンの間に生まれたのが、私たちがブッダと呼ぶその方、すなわちセッダアルタガウタマ、ネパール名シッダアルタガウタマということになります。こうしてブッダの系図が説明できます。で、ついでですけども、キリスト教ではキリストの誕生のことを誕生とは言っていません。降誕というふうに言い換えて、まあ、すり替えていると言いますか、逃げています。つまり12月25日はキリストの誕生日ではなくて、ミトラの誕生日、つまり、ゾラスター教でいう冬至祭の12月25日にバージンマダーアナヒータのもとで生まれたとされるミトラの誕生日であったということになります。それがクリスマスとして現在残っているということになります。一連のブッダの動画の中でそれを詳しく説明していきたいと思います。 Bye for now。According to the inscription inscribed in Persepolis, Iran of modern days, and the history written by Greek historian Herodotus, who is often referred to as the father of history, there once lived the highest priest, Stodana Gaumata, or named as Magi. He was the highest class of humans who worshipped Marduk, god of gods. His alternative name was Zoroaster, or he was called Zarathustra in some other regions. And his name was inscribed in Persepolis as Magi of Stodana Gaumata, father of Seta Alta Gaumata, since there was only one single Magi in Persia.Stodana Gaumata was a king of Saka tribe in Persia, as well as Magi, but he was exiled from Persia by Darius I and escaped to Lumbini, Nepal of modern days. I, Hiroshi Hayashi, understand that Stodana Gaumata in Persia, or Stodana Gautama in Nepal, was ademigod who founded Buddhism as well as Magi or Zoroastrianism, because I also understand that the term Magi was a proper noun, not a general noun. This is a summary of this video in which I prove each fact to be true with evidence to know who Buddha was and where Buddha came from. ペルセポリスに残る碑文及び歴史の父と呼ばれるヘロドトスの歴史によれば、かつてペルシャにはサカ族の王ストダーナ・ガウマタと呼ばれる最高位の神官がいました。またの名をゾロアスター、さらにまたの名をザラスストラと呼んでいました。その
ストーダーナ・ガウ、またはペルシャでも最高位の神官、つまりマニでした。が、ストーダーナ・ガウ、またはやがてダリウス一世にペルシャを追われ、現在のルンビニに逃れます。ルンビニでは、現在の今でもストーダーナ・ガウ、またはストーダーナ・ガウタマと呼ばれています。私たちが現在、ブッダと呼ぶペルシャ名、セッダー・アルタ・ガウマタ、ネパール名、シッダルタ・ゴータマと呼ぶその方の父親です。セッダー・アルタというのは、宇宙の真理の解放者という意味です。また、マニという冠位は、冠位ではなく、固有の人物を示す固有名詞であったと判断したことにより、マニ教を広めたゾロアスターとストーダーナ・ガウマタは同一人物であったと私、林博士は判断しています。この動画の中では、こうした事実を一つずつ証拠を挙げて証明しながら、ブッダとは誰なのか、またブッダはどこから来たかを証明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。ブッダの謎を解く前提として、林博士のナスカ理論によりその位置関係を確認しておきたいと思います。バグダッドの南にあるバビロンです。そのバビロンの中心点からナスカに向かって線を引きます。この中心点がバビロンです。その中心点からナスカに向かって線を引きます。次にペルセポリスの中心点からやはり同じようにナスカに向かって線を引きます。そしてブッダの生まれ故郷と言われているネパールのルンビニです。そのルンビニからもナスカに向かって線を引きます。ナスカにはそれぞれの拠点からのラインが集まっています。そして関連し合う拠点からのラインは一つのプラットフォームに集まっています。この青いラインはバグダッドの南バビロンから引いてきたラインです。バビロンラインとしておきます。この黄色いラインはペルセポリスから引いてきたラインです。ペルセポリスラインとしておきます。そしてこの右上から左下にかけての緑のラインはルンビニから引いてきたラインです。これら3本の線は一つのプラットフォームに集まっています。つまりこれら3本の線が示す拠点は何らかの形で関連性がある、つまり共通性を持っているということになります。もう一度繰り返します。ブルーのラインはバビロンラインです。黄色いラインはペルセポリスラインです。そしてグリーンのラインはルンビニラインです。ではどんな関連性があるかということですけども、言うまでもなくブッダとそれぞれ関連性があるということになります。緯度経度はここに示しておきます。興味のある方はご自身でご確認ください。逆に考えるとナスカのラインはそれぞれの拠点への方向ラインであると同時に、それぞれの拠点の関連性を示す、つまりは歴史ラインということにもなります。by 林博士説です。つまりこのような形でルンビニとペルセポリスとそしてバビロンは関係がありますよということを私たちに教えているということになります。この緑のラインがルンビニライン、つまりブッダと関係があるとなると、残りの2本、ペルセポリスラインもバビロンラインも、もっと言えばペルセポリスもバビロンもブッダと関係があるということを示しているということになります。
さらに言えば、ペルセポリスの碑文の中に、ストダーナ・ガウマタ、そしてセッタ・アルタ・ガウマタという名前があったことを考え合わせるならば、この3箇所は、ブッダと深く結びついているということを示しているということになります。では、どのような関係と考えたらよいのでしょうか。私、林浩司は、ブッダ2人説を証明しました。1人は、ストダーナ・ゴーマタと呼ばれているブッダのお父さん、そしてもう1人は、シッダルタ・ゴータマという私たちがブッダと呼んでいるその方です。そして、ストダーナ・ゴータマは、苦行中のブッダ像として広く知られています。その証拠に、苦行中のブッダ像なる像の台座には、ゾロアスター教の神事の様子が彫り込まれています。注意深くご覧ください。わかりやすく言えば、ゾロアスター教のゾロアスターイコールストダーナ・ガウマタということになります。そのゾロアスターがマギ教を広めたので、一般にはマギ教のことをゾロアスター教と呼んでいます。そして、ゾロアスターの別の読み方がザラスストラとなり、そしてストダーナ・ガウマタへとマギという関与を通じてつながっていきます。ヘロドトスの歴史、そしてペルセポリスに残る碑文の中には、ストダーナ・ガウマタはマギと位置づけられていました。そしてそのストダーナ・ガウマタの息子がペルシャ名セッタ・アルタ・ガウマタであり、そのセッタ・アルタ・ガウタマはネパールではシッタ・アルタ・ゴウタマと呼ばれるようになります。つまり私たちがブッダと呼んでいるシッタ・アルタ・ゴウタマはペルシャのバビロン周辺で生まれ育った王子ということになります。そしてその父親の名前はストダーナ・ゴータマ、ペルシャ名ストダーナ・ガウマタ、またの名をゾロアスターであったということになります。半神半人のデミゴッドです。ゾロアスターイコールストダーナ・ガウタマということになり、その息子がシッダルタ・ゴータマということになり、私たちはその方を今ブッダと呼んでいます。結論ということになります。ギリシャ神話の英雄ヘラクレスです。棍棒を持っています。棍棒を持っています。この棍棒を持ったヘラクレスがですね、有形のサンアッパスジャイアントということになります。まあいろいろな説がありますが、サンアッパスジャイアントイコールヘラクレス説 by 林浩司ということになります。なぜサンアッパスのこのジャイアントがですね重要かというとですね、そのサンアッパスジャイアントの P がですね、正確に正確に現在のネパールのルンビニの方向を示しているということです。言うまでもなく、現在のネパールのルンビニは仏教のメッカということになっていますが、なぜそちらの方向を示しているかということになりますが、ヘラクレス像がですね、あのベヒスンザンのダリウス一世のレリーフの近くに表現されているということです。そしてダリウス一世のそのレリーフの中のダリウス一世はストダーナ・ガウタマを足で踏みつけています。つまり、ブッダの父親ということになります。こうして、まあ、サンアッパスジャイアントと、そして、ルンビニと、そして、ベヒスンザンがつながりました。そして、ベヒスンザンを通してですね、ダリウス一世とストダナ・ゴータマがつながりました。つまり、今ご覧いただいているサンアッパス巨人のですね、P は正確にルンビニの方向を示しているという理由がですね、皆さんにも分かっていただけると思います。つまり、有形のヘラクレス像がですね、ブッダの生まれ故郷、つまり、バビロンとルンビニをつないでくれたということになります。
表です。